ミンチケットミッドナイト競輪、今夜は大垣 F2 初日をお送りします。皆さんよろしくお願いします。よろしくどうぞお願いします。さあでは本日のゲストをご紹介します。まずは U字工事の福田さん、そして益子さんです。お願いします。お願いします。お願いします。そしてトータルテンボスの藤田さんと大村さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は芸人さんだけの日になります。珍しい回数ですね。珍しいですね。大村さん行けますか。行きますか。はい、まあ、1,2 は1回行っておきましょう。5外し決戦の 1,2 ジャタンで、まあ26倍つくんでね、1000ポイント美味しいと思います。3連単は一応5頭1,3,1,2,3に各線行ってます、うん、1,2 面白いですね、はい、1,2まくられちゃったパターンね。1,2 だと28倍。はい、藤田さん行きましょう。下が大村と一緒ですね。下がって俺らの大村の下と全く一緒で5,1,5,3,1,2,3、うんうん、5頭は硬いと読んでますね、はいですね。逃げての1だけ入ってくる、はい、まあ、そんな入ると良くないけどね。そうそう、まあ、だけど散らしてなんだかんだ全部で1万近くは行くんじゃないかっていう。そうですね、5000ポイントかけてるんですね、うん、そうそう、いましたね。はい、はい、福田さん行きましょう。今回やっぱ5はここだったら逃げると思うんで、うんうんうん、3の方か、3ついていくと思うんで5,3 からの 1,2 ですね。3もちぎられ率低い、 3% ぐらい低かったんで、はい、逃げだったらまあついていくだろうと。これまくりだったら切れちゃうかもしれないですけど、そうですね、うん、優勝戦とかじゃないから逃げると思うんですよね。したらついていくと思うんですよね、うん、で5,3から 1,2 1万ぐらいになる感じ、1万前後の、そうですね、1万ちょい、2つに絞ってますね。山下さんも行きますか。僕は1の飛びつきにじゃ期待しますね。お5,1で、まあ、5,2 からも買いましたけど、5,2,1 と、まあ、6は配当いいから6も入れました。5,2 5,2 買ったんだ。1がちょっと、うん、あとないからな、彼は。はい、あとないからな、あとないですからね素直に 5,3 いけないんですよ、うん、とはいえ 5,1 もかなり配当低いですからね。4倍かあれですからね、医者団だとね、うん、3でたんだと、うん、そんな儲かんねえんだよもう、うんうん、まあちょっとこれで 5,2 そこそこ、うん、5,2 は苦肉だね、うん、すごいね、 5,2 なんて。で2が残る、まあ、最後刺すと、うん、5,2,1 で来たら美味しいか。5,2 の全然いいですね。あ、で6位出てるんだ。5,2,3 は、まあ、6はね、クルトラッキー。 5,2,3 は入れてないんだ。確かにそうですね、もう 5,2,3 入れてないですね。もう飛びついて3とか4とか、ね、5がもう飛んじゃう、まくるパターンだよ ね、 ねえ、あれもこれも変えてないんで、ね、5がまあ逃げるって1が飛びつくってことですね。5,2が来るパターン、まあ、まくってちぎってもいいんですけど、何でもいいですね、当てればね5,2 来てそれ4とかだったら嫌だよ、悔やまれるよね。いや、もうひっくり返りますね。ねえ、でもあれもこれも買えねえんすよね。6って6、確かに6だけうんと体力くなるから6、まあ、短期は3着にポンと入るにあるからね。うん、なんか狙ってですね、足ためてて、なるほどね。はい、3800ポイントですね、合計は。はい、いや、そろそろお願いします。6だったらつくのか、5,3,6、うん、まあまあ50倍近くつきますね。5,3,6,7倍か、あ、5,3,6,7倍か、6あんの、5,3の倍ね。あ、まあ3着ぐらいはあるのかな、6の3着でも買い目増やせねえな、抜いてるけどさ、俺ら迷ったなら5,3から2点にするか、こういう風に当てたいな、これな益子さんのポイントが、益子が今恥ずかしめられましたよ。全然恥ずかしくないですよ心の控えしますから、大したもんだよ本当ほぼ笑い飯鉄夫だねめちゃくちゃ言われますね。似てる、はい、似てますね。似てますよ、これ顔だけ見るといかつい感じですもんね、益子さん。俺ですか、そうです、うん、俺バンドエイジさんに人殺しの名刺取るって言われたんだけど、よく指名手配される人の目だね。確かに、はい、こう腫れぼったい人相は本当しっかり見ると悪いね。いや、ちょっとやめてください。うん、そうだね、ちょっと朗らかな方言と、うん、そうだね、そんなのでちょっとごまかしてるけ けど、しっかり人相だけ見たらやばい。で、年取るごとにやっぱ目が垂れてくるんですよね、うん、ここが、あ、ここね、こうなってきて、あの、この上の筋肉がなくなるし、まぶたが、うんうん、おめでとうございます。皆さん、大村さん、そして藤田さんも当たってます。よし、益子さん次引っ掛ける
引っ掛けるって何なの引っ掛けるって何なの引っ掛けるって何あんま聞いたことない次どっか穴目引っ掛ける1万ポイント台1万948ポイントかいやですね、マシコさんが崖っぷちから生還してきたよすごいもう戻しましたね、大村さんが戻してきたよ2万9880ポイントですあれ予測して話つけてたのはその通りになってますよねそうなんだあの予告がさ、生きてんのよ、うん本当に信じてんのかよそんなこと何なんだよお前福田さんも鼻つきましたかねはい少しずつ戻ってきてます、はい、今7000まで来ましたでもすごいほぼ戻してきてますねすげえすげえ、はい、何福田が追い上げてきたやから、はい、ドドンはい福田さんも2つ目の鼻がつきましたくっそー保ってますねいいですねあと3レースですけど皆さん結構ポイントが戦えそうな感じがねいやいやいや最終レースに向けてね、うん、資金増やしておきましょうよ最終レース全部いっちゃっていいんでしょいいですあと3レースで彼は1万しかないなどう予想していきますか松島さんガリガリ、ね、次も3000か4000入れますけど、うんうん、そこで引っ掛けるんですよ引っ掛けるって何引っ掛ける穴目引っ掛けるんだしかねえぞこうやってはい引っ掛けるって表現ですか引っ掛けるションベンか酒だねこれこれ女引っ掛ける女そう人殺しがいややめてくださいやめてください人殺しっつうの殺してませんからちょっと頑張って いかなきゃですねマシコさんいや本当ですね、うん、ちょっとこれちょっといいとこ見したいなでは皆さん今日も遅くまでお付き合いいただきありがとうございましたありがとうございましたで最後の一言なんですけども誰が言いましょうやっぱ今日はもう坊主のマスコじゃないですか坊主のねマスコがマスコセクシーにお願いしてセクシーに、はいはい、ねいいんですか。いいですよ。競輪大好き。いてててて。いてててて。なんで。いてててて。ポコリンポンポン。